よし、ダイヤ島についてなんか3つの試練を受ければいいらしいんだけど、まず真ん中なんだこの魔法陣。え、なんか発動すんの？あら、この魔法陣初めて見ますわ。これなんかめちゃくちゃ綺麗な魔法陣だね。え、どの神様にもなれちゃう。そんな魔法陣があんの？これ水神ってことか。ちょっとじゃあ色に合わせて使ってみるか。どうだ？ん？なんか、え？ダメっぽい。この一番左のやつ、これは絶対土神だね。お、オッケー。これはもう、じゃあこれで入れるんだな。こっちからやってみるか。ここは力の試練。3つのステージを乗り越え、オーブを手に入れよう。力？力って何？なんか敵と戦うのかな。まあ力の試練受けるか。何ここ？え？何にもないよな。どういうこと？それでは力の試練を始める。次々と出現するブロックを時間内に全て壊してみせよう。もうそれは力なのか分かんないけどな。え、これもうあれか、ジャンプか。はい、待って、制限時間内に。これはまあ余裕だな。え、オッケー。3回、え、何これ。あ、これ最後だな。これ10回だな。あー、6回。微妙な数字だな。これがなんか3ステージぐらいあるらしいから、次何なんだろうな。この入り方、これどういうこと。あ、第2ステージではハンマーが使えるらしいな。そう、これこそあれだな。え、タイミングよく A ボタンを押すとエクセレントな攻撃ができる。どういうこと。いや、わからんのよな。あ、え、え、待って、最悪。あ、なるほどね。これでエクセレント出せばすげえ衝撃がいって周りも破壊できると。はい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 。まあ、これは俺慣れてるからね。待って、あ、余裕じゃん。いや、これまだあんのか。次も多分出てくるんだよ。これはエクセレント出すぞ。あ、待って。はい、来た。オッケー。ちょっと危なかったな。いや、意外と焦るもんだな。イエーイ。何これ。目の前の巨大な杭を時間内に床まで打ちつけよ。このステージはバトルのハンマーとブーツが使える。ああ、どっちとも使えるんだ。で、どっちともなんかエクセレントみたいのが出せるっぽい。待って。はい、はい、はい。あ、待って。これもうハンマーでやってみよう。あ、やべ。はい、どんぐらい？え、めっちゃ沈むじゃん。これね、多分ハンマーの方が、え？はい。これ、待って。あ、いったな。意外と簡単だったわ。うん。力の試練を乗り越えた。おめでとう。これで？え？あ、びっくりした。敵が来るかと思った。なんこれ？お、なんかこれでオーブを獲得できるらしい。まあ、こんな感じであと2つの試練もクリアするのかな。いや、待って。なんか左側に、ああ、別の道がある。これちょっと先行ってみるか。え？熊？何これ。氷神山だって。え、氷神みたいのがいるの。とっても寒いですわよね、ここ。あれ、これじゃあまた新しい神なのかな。氷神様がいるのかも。やっぱそういうことだ。なんかいろいろ出てきた。これね、ハテナブロック、これコイン以外。え、あ、キラキラアイアンブーツね。ここ、え、何このステージ。う、超、あー、ツルツルなだけか。え、これ待って、ふっちゃダメだ。まあ、とりあえず進んでいって、うぅ、あ、そういうこと。そうやれば取れるようになるの。しかもコインかーい。まあ、迷路ほどではないな。これ先行けるっぽいから行ってみよう。ハテナブロック、ん、これは何もないのか。え、あー、なるほどね。なんかどうやらこう、なんかこの氷に乗りながら叩くとこの氷をずらせるっぽいな。これをあの左上真ん中ぐらいの、あ、これではめられるわ。こうだ。これでいけんじゃね。ああ、そういうことだったんだ。なるほどね。え、何ここ。これでもセーブポイントがあるってことはなんかあるよな。なんかハンマーブロスのすげえ太った版みたいなやつがいる。こいつ、ああ、どういうこと。これまずくない。まっすぐいけないから、これ右側に行けばいいんだな。これで登って、これも避けつつ、はい、わ、これで戦うのか。よし、まあこれでいい感じか。まあちょっ
と痛かったけど相手的にはそんなだったな。これでどうなるんだ。え、何の力紙ペラで見えないけど神の手だ。これで何、上落とすの。そんな、あ、なるほど、氷を割ればいいんだな。はい、これで、あ、そこちょうど間にはまるんだ。なんか来たぞ。え、これが氷紙。あ、なるほど、なんかクマみたいなのがあったけどそれ氷紙の顔だったんだな。なんか髪の手隠れてんな。これなんかくぼみがあるからまたそのくぼみみたいのをゲットしなきゃいけないんだな。これで、あー待って、あったな、ここが最短ルートかもな。これでポン、やっぱ髪の手なんか半分ぐらいある。これどう、オッケー。あ、いけないっぽい。よし、なんか一回リセットかけられるっぽいからこれでいけるね。おお勢いすごい、スピード感が。これでこじ開けんじゃね、口を。これ鼻を叩くんだな口をこじ開けるなんてすげえ乱暴なことするんじゃなかった。あー、なんか、あー、いた。え、キラーアイスフラワー、これで登れるように。うおなんかすげえ行きたくねえな。まあ仕方ねえ、行くか。お、なんか塔みたいのがある。絶対雪玉落としてくるじゃん。これどうやって避ければいいんだ。待って、あー、タイミングよくそんなん、あ、いやでもここに穴があるけどタイミングよくやれば大丈夫だよってことかな。 OK。 でもこいつはまあ別にスルーしてもいいのかな。とりあえず、ふん、そんな、なるほどね、そういう風になるんだ。まあでも余裕じゃね。お前なんかすげえそんなことしてくるやつには見えないけどな。まあ普通にそんな強くなかったな。あ、なんかここも、あー、あるね。これをまずこうやって、あ、ここ埋めなきゃ。こうやってこうんで、トゲゾを潰せ。オッケー。で、これでどうだ。おお、トゲゾも潰して、お、すげえ楽しそう。これどういうことだ。ん、あ、待って、あー、なるほどね。そこを途中で叩くことによって方向を変えられると。で、あ、これハテナブロック取れるな。なんか出ろ。あ、で、ここもここ押しながら途中でジャンプ。あー、いけたいけたんだけど。で、これでじゃあもうこれポン、これ進めるのか。あ、すげえこれやばくない。は、あ、割れるんだ。あー、割っちゃった。これ、うわわわわわわ、ハテナブロックたくさんある。これなんかいいアイテムゲットできそう。大丈夫か。あー、驚いた。山越えの大ジャンプでしたわ。さて、山の反対側まで飛んじゃったみたいですけど、ここはどこ。多分そろそろボスがいる。さっきセーブポイントあったからね。キラキラキノコ、これは初めてゲットしたな。え、これキラキラ、あ、キラファイヤーフラワーだ。キラアイスフ、違う、これは尻尾、キラ尻尾だ。こういうアイテムね、意外と強いからマジで使うべきだと思う。絶対来るじゃん、上から来るタイプ。あー、でもまあ、うわー、来た、本当に上から来たわ。今暑いしさ、なんか俺こういう氷見る分にはいいわ。なんか急にシンプルになったな。これ中ボスぐらいの勢いよ。やっぱり氷神様も折り紙にされちゃってます。これを使うならすごくお強いかもです。さて、これ絶対火とか使う方が強かったでしょう。さあ、こいつはどんな戦い方なんだ。とりあえず最初はこれで、あー、出して、これでオンできるから、これヒント読んで、やっぱ火神の炎で溶かすんだな。一応攻撃してみる。キラキラハンマーどうだ、届くか。はい、あ、まあゼロダメージだ。相手も何かしてくるのかな。これでさ、相手だけ動いたらずるくね。いや、意外と遅いからガードできる隙を与えてくれただけいいやつ。これでじゃあ一応ひがみを溶かせ、ひがみじゃねえわ、これで氷がみを溶かせるんだな。どうだ。おお、これまたさ、なんかターン経ったら氷で守ってくるとかあるのかな。まあでもこれで普通に戦えるのかな。え、なんか強そう、こいつの攻撃。いや、強
ガードして20超えはマジで強いな。まあ、このターンはうまい具合にこれもオンにして叩いてみるか。これどっちが入るんだ。まあ、一回一応ハンマー当ててみるか。いくぞ。はい、どうだ。4。いや絶対これなんかあるな。絶対なんかある。あ、来るか。アイス引っ掛け、さっきより強い。うわー、これ絶対凍るやつじゃん。地面が冷えてる。これなんか滑りそうだな。いや、なんか氷の塊落ちてきたぞ。なんかだんだんやっぱ神強くなってるな。これ当たるとどうなるんだろう。ちょっと一回やって、マジ30ダメージ。いや、しかもこの後にガードできないから、やっべークソ強えじゃん。ちょ、ヒント読んでみるか。これでなんか出るか。氷の塊はスライド操作で壊せる。あ、なるほどね。そうなんだ。なんか一応まあ神の手使ってみよう。これなんかできるかな。あ、氷がつかめ、あ、つかめないのか。よし、まあ氷を剥がすことができたから、ちょっとね HP やばかったけど、まあこれで HP たくさん回復できて、さらに神の手この状態なら効くんじゃね。待って、めっちゃ叩ける。え、強くね。え、これさ、めちゃくちゃ強くない。神の手ってめっちゃ強いじゃん。これ動くか、相手。あ、めまいを起こしてる。強っ。あ、そっか、これでもハンマーが全然通らないから、やっぱ神の手の方がいいのかもね。待って、やばい。いや、ちょあっぶねー、ちょっと遅れた。よし、これでまた神の手オンにして、いちいちね、あの日神で氷を解くのが大変なんだよね。 OK、 これで多分これ3回ぐらいで倒せる設定になってるかもしれない。OK、 めちゃくちゃ効いてんね。で、しかもこいつ次のターン攻撃できないから。お、何これ、アイスメイズ。え、氷の迷路。なんか道が強制されたけど、なに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 。うわ、めっちゃ、わわ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 わ、めっちゃなんか白いところ増えてんな。これ一回日神踏むしかないか。何あれ。何あの最終モードみたいな。やばー、かなりお怒りですわ。長引かせたら危ないかも。なるほど、必殺攻撃が飛んでくるっぽいぞ。だから、ちょっと待って、まず、アイスエイジ、ちょ、61、防げないよそんなの。え、またやってくんのアイスメイズ。いやー、これね、かなり、めっちゃかなり厄介だな。これどうかな。 HP を回復しつつ神の手で、これもう倒せるか。ちょっと次食らうの怖いからな。よし、行くぞ。はい。いや、待って、硬い。いや、待って、これやられない。いやギリ残ったか。なるほど、そういう風に設計されて。待って、アイスブレス。待って、防げないな。まあでもさっきよりかは大丈夫だ。よし、この神の手が使えればきっと終わるでしょう。いや、こいつね、神の中で一番強いわ。だんだん強くなってきてるな。いや、これ倒せるよな。最後っぽいセリフ言って OK。 いやー、強かったね。よし、いや、なんかね、今までの神より可愛いな。お、氷神の書だ。これでまあ最初だけ演出を見るっていう俺の最初のやつな。さあ、どうなる。まあ、どんな能力なんだろう。氷っていうのはわかるけど、それが何に使えるのか。あ、でもさっきのなんか試練の2つが入れなかったから、これで入れるようになるのかも。なんだ、あれだよな、あのポケモンにいたジュラルドンみたいな感じだな。めっちゃ寒がってるじゃん。このキャラ設定ぶっ壊していく感じな。さ、ここで氷の力ってどう使うの。え、あ、水を凍らせられるのか。あー、これだったら確かにさっきのところ行けるようになるわ。わー、すごい、すげー綺麗に平らになったな。あ、なんかこっち側に新しい出口があるんだけど。あ、水が凍ってるからこっからなんか、マリオさん危ない、私に捕まってって。そう、お前捕まるほど、いや、そうだよな、そうだよな。あー、でもいいな、楽しそうだな。これでじゃあ外に出れるっていうわけか。おお、うまい作りになってんだな。さあ、じゃあここで氷神の力を使って、オッケー、これいけるようになったね。なんだ、ここは知恵の試練か。なんか頭使うやつかな。うわー、丸はつクイズだ。そんなの出てくんの。それでは知恵の試練を始める。
問いの答えは丸か×か制限時間内に選択せよ。なるほど、ただのクイズじゃねそれ。いやでも待って、キャプテンピオの潜水艇の名前プリンセスピーチ号、違うね、マリン号だね。これはね意外とちゃんとペーパーマリオやってきたからわかるはず。オッケー、どうやら全部丸×っぽいぞ。イットの鉄とイットの綿では鉄の方が重い。いやこれはね同じよ、一トンだから。一トンだから物質は何であれ同じじゃないか。うん、そうだよな、さすがに、まあ、どちらも一トンなので鉄も綿も同じ重さだ。まあそうだな。わあ、なんか三択になった。これ最終、いや最終問題なのか。三人の言葉をよく聞き、一人だけ嘘つきを選べ。これやったな、なんかいろんな授業とかで。私は嘘つきではありません。嘘つきは C です。なるほど。でこれは嘘つきは A です。まあでもこれ言ったら C になっちゃうんだけど、えこれ C か、なんか単純すぎて違う気がする。あまりにも単純すぎた。あ、クリアした。どうやら普通にクリアしたっぽい。うわー出たよまた、まあ、次の試練行くか。 OK、 右の方も氷神の力が必要だったっぽいな。さあ何の場所だ。勇気の試練、なんか一番かっこいいじゃん。やってみて。なんだこれ。え、勇気のあるとこ見せようと思ったのに紐なんて怖くないですわ。どういうことだ。これからそのロープにつながったものが上から落ちてくる。あ、え、でこの矢印の、あー、それよりも下で止めて勇気を示す。なるほど、これあのチキンレースみたいな感じだな。でこれでもうギリギリで止めるか。音がする、音がする。お、いやーこれ、はい、いや割と簡単だぞ。まあこれがだんだん難しくなるのかもしれないな。だんだん難しくなってる第2ステージは。これで、でもマリオ今何やってんだって思うよな。いやこれまあ言ったよな。シュール、これが何の試練なんだ一体。うわーこれラストステージ、うわラストステージなんかめっちゃロープ多い。これなんか怖えな、何が起こる。ちょっと待って、え、早い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 、え、待って、おつけ、おっぶねー。これはむずかった、めっちゃむずかった。これもう一番ギリギリなんじゃね。てか当たり判定そこなんだ。いやーまた出てきた。まあこれでじゃあ無事弾をゲットできるのかな。やったー、まあこれで試練クリアだな。